私の名はヒッパルコス。紀元前2世紀のものだ。私が地理学と天文学の生みの親だと言っても言い過ぎではない。私は14冊以上の書物を表したのだが、残念ながらほとんど全部失われてしまった。最初の星座表を作ったのも、三角法という数学を始めたのも、アストロラーベを発明したのも私だ。幸運にも3世紀後、天才的な後継者プトレマイオスが私の仕事に大いに刺激を受けて仕事を続けてくれた。それで現在ではプトレマイオスの貢献か私の貢献か歴史家にもわからないものもある。プトレマイオスのアルマゲストは初めて天体を科学的に扱った。また彼の地理学という本に当時の世界地図が初めて描かれた。地理学と幾何学は共に地球を研究するものだ。語源的には地理学、ジオグラフィーは地球を描こうとするもので、幾何学、ジオメトリーは地球を測定しようとするものだ。地球はだいたい球の形をしている。北極と南極の付近が少しだけ平たくなっていることは無視して、地球は完全な球面であると考えよう。球面上のすべての点は中心から同じ距離にあることを習っただろう。今見えている矢印は球の中心から球面上の導点を指している。その長さは一定だ。この球面に一つの軸、つまり中心を通る直線を取ろう。この軸を含む平面で球面を切ると切り口に楕円が現れる。楕円は球面を2つの半球面に分けている。球面をこの軸に沿って動く。ギロチンのような刃物で切っていくと経線が現れる。経線は地球の北極と南極を結ぶ半円だ。さてこの球面を軸に直角な平面で切っていくと、緯線と呼ばれる円周が得られる。こうして球面は経線と緯線という2種類の曲線の網で覆われる。緯線の中の一つはよく知っている赤道だ。北極と南極のちょうど中間にある。経線の一つが原点として選ばれている。歴史的な理由でイギリスのグリニッジ天文台を通る経線が選ばれているのだ。地球上の点の位置を決めるにはグリニッジ天文台を通る経線と赤道の交点を起点に出発すればよい。そこから赤道の上を赤色で示した経度と呼ばれる角度で定まる距離だけ進み、それから経線の上を緑色で示した緯度
と呼ばれる角度で定まる距離だけ進めば目的地に必ず到達するのだ。だから地球上のどんな点の位置も2つの数字、すなわちその点の緯度と経度で完全に定まっている。地球の表面の位置を定めるためには2つの数字が必要なので、球面は2次元だというのだ。それで数学者は球面を S2 と呼んでいる。最後に飛行機が地面を離陸して空間に飛び立つと、その位置を定めるためには3つの数字が必要になる。緯度と経度、そして地面からの高度だ。空間の中で位置を定めるためには3つの数字が必要なので、空間は三次元だというのだ。壁にかかっている肖像画にプトレマイオスが描かれている。地図作成法の生みの親だ。どうすれば地球を描くことができるだろうか。一つの方法はそれを平面に投影することだ。地球上の一つの町、例えばダカールの町を撮ろう。北極からダカールの町を貫いて直線を引こう。直線はテーブルのどこかの点にぶつかるだろう。その点をテーブルへの射影と呼ぶ。地球の表面のどの点もこの方法でテーブルに射影できる。町が北極に近ければ近いほど町のテーブルへの射影は遠くになる。実際にはテーブルにはもう映らない点もある。こうして北極は射影を持たないということになる。北極の射影は無限遠点となるということだ。全地球は北極を除いてテーブルの平面の上に表示される。この世界地図はステレオグラフ写影と呼ばれる。もちろんステレオグラフ写影は大きさを保っていない。例えば南アメリカは北アメリカに比べてずっと小さく見える。よく理解するために地球を大きなボールだと思って転がらせて、いつも一番上の点から射影してみよう。大陸の射影が踊るように回って順番に大きくなったり小さくなったりしている。だが細かいところを見てみると、長さは保たれていないにもかかわらず形はほぼ保たれていることがわかる。
だからステレオグラフ社営は協定的だと言われる。罫線と緯線はこの社営でどのように映るだろうか。北極から社営すると罫線は南極から出る半直線になり、緯線は同心円になる。地球を転がらせるとき、罫線と緯線はいつでも円か直線に移ることがわかる。ステレオグラフ社営は球面上の円周を平面上の円周に移す。ただし社営の中心を通る円周は例外で、その社営は平面上の直線となる。転がっている地球を下の方から見てみよう。この位置から見ると、罫線と緯線はそれぞれ円周の束に見える。罫線全体が収束している点が北極と南極だ。この罫線が何であるかわかるかな？そうだ、グリニッジ天文台を通る罫線だ。第4の次元への旅の最初の話はこれで終わりだ。